ロヒアウは叫び声を上げて目を覚ました。それは生まれ変わりの叫びだった。元の体へ。こうしてヒアカは、ロヒアウに命を取り戻させ、彼と連れ立ってハワイ島の家へと戻る旅になった。ロヒアウはすでに自分を生き返らせてくれた女神ヒアカに愛情を抱くようになっていた。彼は彼女に向かって愛を表そうとするが、彼女はそれに応じることができない。姉のペレの元に彼を連れて帰るという約束をしていた。